さあ高橋監督出ます。今上原というふうに口の動きがそう見えました。はい、水を口に含んで、さあ10年ぶり公式戦この東京ドームのマウンドに向かう上原浩二です。何か東京ドーム場内も、ああそしておなじみのテーマ曲が流れた東京ドーム、ウェルカムバックの文字です。まさに360度大歓声、ジャイアンツファンが、いやプロ野球ファンが待ち望んだこの瞬間、10年ぶり公式戦、この男上原浩二が東京ドームのマウンドに上がりました。5対4、1点を勝ち越して迎えた8回の表、ジャイアンツ新勝利の方程式にこのプロ通算20年目上原浩二です。いやー篠塚さん、やはり東京ドームの雰囲気が変わりますね。そうですね、なんか、まあ、懐かしいっていうよりもなんかそう感じないんだよね。そう感じない、ね。まあ、テレビでもね、あのメジャー行ってる時でも見てるし、はい、まあ、その投げ方っていうのもそうは変わってないしね、まあ、背番号はねちょっと違うっていう形で、はい、2008年10月5日この東京ドームでのドラゴンズ戦以来、公式戦実に日本では3464日ぶりの一軍登板という上原浩二です。先発を務めていた時代にはサンデーコーチと言われました。土曜日デーゲーム初球まず空振りを奪いました。上原浩二復帰第1球、まず自慢のスプリットで空振りを奪っています。打席は2年目タイガース期待の大山、2球目も今度は強振していきました。今度はストレート、三振になりました。一球ごとに大歓声です。いやー篠塚さんどうでしょうか。なんか見下ろしてね追ってる感じしますよね、やっぱりね。このスプリットです。あの昨日の開幕投手の菅野に聞きましても、あ本当にこれだけ繊細にフォークを操るのは僕は考えられないですと言ってました。デビュー当時からね、やっぱり自分でこうスライダー気味に投げたり、シュート気味に投げたり、下ろしてみ落としてみたりとかっていうね、はい、そういう風にこう放ってるっていうのを聞いてね、やっぱりさすがだなと思いましたよね。同じく2年目の糸原、あこちらはストレートで2球追い込んでいます。さて BS 日テレの夢聴講は野球中継が終わり次第お送りいたします、ご了承ください。そしてこの非常に速いテンポで投げ込んでいきます。このやっぱり投げた後にピッチャーにこう向かっていくっていうね、この姿勢がねものすごい我々こう一緒にやってた時はねいいなと思いましたよね。そうですか、本当にピッチャーにこう向かっていく、バッターに向かっていくというような、はい、この辺りゲレーロが下がる、どうか抑えました、ツーアウト。佐藤さん、一塁側の横、あのフィールドリポーターとしてベンチ横にいるんですが、あの今スタンドを見渡しても多くのファンの方がもうマウンド上の上原しか見ていないというような状況でして、あの片手にはスマートフォン、そして動画を撮りながら写真を撮りながら、そういったファンの方が多く見られます。佐藤さん、はい、三塁フィールドリポート席ですかね、はい、スタンドの阪神ファン、お子さんを連れた40代の男性の方に話を聞いてみましたらね、笑顔を浮かべてるんですよ、はい、あれ阪神を応援するんじゃないですかって聞いてみたらね、やっぱり上原は見てみたいですと、ただ阪神に打ってほしいですというコメントでしたね。そうですか、いろいろな意味でまさに日本中プロ野球ファンの皆さんが待ち望んだこのお帰り上原ウェルカムバック、この瞬間でもあります。
10年ぶりのこの日本球界です。あのジャイアンツの根津トレーナー、実は10年前にもこの上原のケアを担当していたという、そのトレーナーさんに話を聞いても体型が全く変わっていないと、そう驚いていました、ね、まさに10年前あの時と同じ姿で戻ってまいりました上原浩二。背番号は変わりましたが、このダイナミックなフォーム、そして自慢のフォークボール健在です。代打高山に対しても追い込んでいます。3球スプリット、1球1球に大歓声。もう投げます、打ってセカンド石川抑えました。10年ぶりの上原吠えた、三者凡退で今喜び爆発で上原が引き下がっていきます。上原コールに包まれた東京ドーム、まだ全守備陣足を待って、今上原が下がっていきました東京ドームです。